こんなに持ってたよ。やめてくれ、それ会社の金なんだよ。俺たちが貯金しといてやるよ。せえよ、親父汚ね。俺にも見せてくれよ。4年間で超すごい入ってんだけど、何これ。バカ取るんじゃねえよ。逃げよ、分けんの後で。アキラもういいじゃん、お金分けようよ。もっと人が来ないところがいい。ここはまずいんじゃねえか。構えやしねえよ。君ら何やってんだ。何もやってねえよ。ほっとけよ親父。ほらうろうろされて困るんだよ。文句あんのか。ここあんたの土地かよ。いや、君らそっち側行くならやめといた方がいい。んなことしねえよ。向こうに行ってもろくなことがない。あんたに関係ないだろ。忠告しとくが、塚には触るんじゃないぞ。塚？あの塚は。いい加減にしねえとぶっ飛ばすぞ、クソジジイ。おい、私こんなとこ入ってくのやだよ。だらしねえこと言うね。金分けてやっから。ここでいいよ、やろうよ。金分けるのは後にしよう。入ろう。行くぞ。人っ子一人ね。いくらあるかな。私欲しいバッグあるんだよね。ちゃんと3等分だ。さっきの親父だ。ここじゃダメだ、別の場所行く。そういやさっきの親父気になること言ってたな。どうせ大したことねえよ。どうする、町戻るか。なんか寒いよ、私帰りたい。何言ってんだよ。さっきのやつに見つかったら通報されちまうぞ。じゃあどうすんだよ。別の場所探すんだよ。なんだこりゃ。これがさっきの親父の言ってたツカじゃねえかな。それがどうしたんだよ。聞いたことあんだよ、町の外れに呪いのツカがあるって。確かカンカンダラって言ったな。俺たちちょっと激マズなところに入り込んじまったんじゃねえかな。怖いよ。お前ら情けねえぞ。入りたかったら帰れ、根性なし。
ビってんじゃねえや。なんだよ。どう考えても変だよな。こんなに歩いてんのに街の明かりが全然見えねえ。気のせいだろ。そのうち道路かなんか見えんだろ。なんだよ。誰かいた。誰だって。誰もいねえよ。いたのよ、信じて。幻覚だ、落ち着けな。金やるから。こんなとこ嫌よ。ギャーギャーうるせえな、うっとうしいんだよ。早く帰ろう。すげえな。お前何やってんだよ。迎えに来てもらうの。何すんのよ。お前今度ふざけた真似したら殺すぞ。女がいる。お前までどうしたんだ。しっかりしろよ。誰もいねえだろ。だから言ったでしょ、早く逃げよう。逃げる。クソ女なんかビビってんじゃねえよ。ただの女じゃないよ。きっとさっきの塚から出てきたんだ。あんたが蹴っ飛ばしたから私たち狙われてんの。だから言ってんじゃねえよ。いい加減にしろよ。待てよ。おい、おい、しっかりしろよ。立てよ。起きろよ。どうしよう。知るかよ。置いてくしかねえだろ。お前の女だろ。電波が届かねえよ。誰か呼んできて救急車呼ぶしかねえだろ。こんなところに置いてったら呪われて死んじまうよ。なんてこと言ってんじゃねえ。ほら、お前がいてやればいいだろ。何時間も前に来たところじゃねえのかよ。俺たち同じとこぐるぐる回ってたのか。うせえよ、黙ってろ。お前についてきたのになんでこんな目に。どれも頼んでねえだろ。お前があの塚を壊したからだ。俺とこれとは関係ねえよ。あひかわ頼むよ、ここまで戻ってきたんだ。二人であの塚を元に戻そう。あんな石ころの山戻したってどうにもならねえだろ。いいからあの塚に謝ろう。頼むよ。氷川、女だ。待ってよ。いてよ氷川。
ね。痛えよ、痛え、こんなんじゃ歩けねえよ。氷川、なんとかしてくれ。助けを呼んでくれ。待ってろ。死にたくない。氷川、置いてかないでくれ、頼む。こんなとこにいたら、うるせえ、離せ。いや、置いてかないでくれ、氷川、頼む。氷川、氷川、うわって言ったの。くそ、離せ。お前一人か。警察に突き出してやる。邪魔すんなよ。ビビらせんじゃねえよ。誰だよ。ちょっと桜くん、はい、こっち来てくれるかな。はい。お前さ、刈谷亜由子って知ってるだろ。はい、うちの雑誌に連載持ってますよね。有名な先生ですから、もちろん。お前今月から担当になってくんないかな。え、田丸さんが担当だと聞きましたが。なんか連絡取れなくなっちゃってさ。前からあの先生の担当になるとみんな辞めてしまうとか噂があるんだよな。なんでかね。いや、なんでかねって。やっぱホラーとかやってると呪われたりすんのかな。ああ、俺は全然信じてないけど。はあ、呪いですか。あれ、お前オカルトとかホラーが好きでうち入ってきたんじゃないの。ええ、まあ。あの先生電話にも出ないしメールにも返事がない。原稿も直接データ取りに行くしかないし、それで担当の編集者が次々と辞めていく。どうだ、面白そうだろ。はい、本当に私でいいんですか。やってみるか。やります。
お前本当にそういうホラーとか気持ち悪いの好きだな。本当に知らない？狩野英孝ってびっくりしちゃうほど怖いの描くので相当有名な作家なんだよ。そんな人の編集担当になれるなんてすんごいことなんだから。うーん、全然知らない。どんな人？やっぱおばさんとか？え、まだ会ってないから明日挨拶に行くけどね。絶対メディアに顔出さないんだよ、謎なんだから。もう付き合う時にいいって言ったでしょ、私はこういうのが趣味だって。いいって言ったじゃん。まあ確かにそうだけどさ、でも会うたびにこんな話ばっかりされちゃな。今度新しく先生の担当になりました、さくらと申します。ご挨拶に参りました。え、返答はないんだよね。失礼します。すみません、勝手に入ってきてしまって。新しく担当になりました、さくらと申します。よろしくお願いします。あ、先生も2ちゃんのオカルト版とか見たりするんですね。私大好きなんです、たまに書き込んだりしたりして。今日はご挨拶に伺っただけですので、これで失礼します。ここに名刺置いておきますので。失礼します。どんなの書いてくれるんだろう。先生今も見てるのかな。どこ見てるんだろう。それとか立てたりすんのかな。どうだ、先生とうまくやってんのか。あ、はい。どんな人間なんだよ、俺まだ会ったことなくてさ。まあ結構変わってます。そっか、はい、楽しそうだな。お前に頼んでよかったよ。さくらです、お邪魔してよろしいでしょうか。やっぱり昼間は筆が進みませんよね。もしかして私がいるから。先生やっぱり気になりますか。
に先生の顔見るのに何の意味があるわけ？一番近くにいるのは私じゃん。私の仕事は先生に気持ちよく原稿を書いてもらうこと。ゆい、おいゆい、おいゆい、あ、どうしたの？大丈夫かお前。どうしたのじゃねえだろう。最近電話しても全然出ねえし心配になるよ。あ、ごめんなさい、ここんとこ忙しくて。あの先生相当な気質でさ、私がいないとすぐにサボっちゃうの。私がいないとダメなの。私がいないと。ゆい、あ、ごめんなさい、私先生のところ行かなくちゃ。やっぱり昼間は描けないですよね。締め切り間に合いそうですか？心配ね。あれ、先生寝ちゃった？どれくらいできたか見ていいですか？それじゃあ失礼します。あ、やっぱりできてないんですね。もう先生ったら、これじゃやっぱり締め切りに間に合わないですよ。私が少し書いてもいいですか？いくつか怖い話思いついたんです。自殺すると魂がずっとそこに残るという話とか。面白そうでしょ。ちょっと協力させてください。いいですよね。誰にだって調子の悪い時はありますよ。この自殺の話って2ちゃんのスレにあった気が。どうしよう、これじゃ全く同じだ。幽霊同士は認識し合っているのかという話。何もすれ立ってる。どうしよう、締め切りに間に合わない。どうしよう、編集長に怒られる。どうしよう、どうしよう、
刈谷先生ですよね。担当のさくら、お邪魔してませんか？ご迷惑だとは思ったんですけど、ここ何日か連絡が取れなくて。先生、すみませんでした。私失礼します。連れ込むのかね。なになに、心霊はなぜ写真に写るのか。なかなか面白そうじゃない。まあ、どんなに才能のない人間でも極限まで追い詰められれば一本ぐらいは面白いものが描けるもんなんだよな、刈谷先生。こんだけね。だからこれの繰り返し。ちょっと月島君、お前さ、刈谷亜由子って知ってるだろ？はい、もちろんです。私大ファンなんです。お前担当になってくんないかな。さくらさんが担当って聞きましたが。なんかあいつ連絡取れなくなっちゃってさ。先生、締め切りに間に合うよう頑張ってください。よろしくお願いします。また来ます。